ちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。かわいい、本当。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、こんにちは。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 今日は皆さんにご報告をねしたいなと思いショールームをしております。ピカピカありがとうございます。そうです、メーテルさんでディグったレギュラー出演させていただくことが決定しました。嬉しい、新レギュラー番組です。嬉しい、イエーイ、ハートありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。これね、15分配信したらインスタもね、インスタライブもしようと思ってるので、ぜひ見に来てください。嬉しいです。こんにちは、こんにちは。嬉しい。そう、精一杯魅力をね皆さんに伝えれるように頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そして月刊バスケットボールさんに掲載していただきます。こちらも嬉しい。はい、本当になんかバスケをさ、なんて言うんだろう、今こう個人的になんだろうな、こうSK の中でバスケにこう特別強いメンバーってあんまり、なんだろう、まだいないのかなって思ってたので、こう経験者はものすごく多いんですけど、私も経験者なんですけど、なんかそれプラス、そのなんて言うんだろう、 B リーグっていう世界をこうどんどん知っていって詳しくなって、それについて発信できるようなメンバーになりたいなって思っているので、そう、 B リーグのルールとかもたくさんありますし、 B リーグのエンターテインメント性とかもたくさんあるので、なんかそういう面とかをね、あの勉強していって、その方面でも活躍できるメンバーになりたいなと思っておりますので、そのね一歩目を踏み出すことができてとっても嬉しいです。もっとねバスケのお仕事もできるように頑張りたいと思います。応援してます、ありがとうございます。面白いな、ありがとうございます。だけど私だけの発信じゃやっぱり足りないこととかもたくさんあるので、やっぱり皆さんがいてくださるからこそなので、あの私がねバスケとかなんかやりたいお仕事とか、そういうね、まあしょうもないツイートもそうなんですけど、一緒にこう番組とかも盛り上げてくださったら嬉しいですし、やっぱりこうツイッターとかをね見て、関係者の方とかが、あ、この子何々好きなんだとか、何々に興味持ってるんだって思ってくださる方もたくさんいらっしゃるので、皆さんのお力を貸していただければ嬉しいです。お願いします。こんにちは、みんなで頑張りましょう。ありがとうございます、応援してます、ありがとうございます。こんにちは。そうで、この間シーホースミカさんと宇都宮ブレックスさんの試合をね観戦しに行かせていただいて、私はめちゃくちゃ、そう、なんだろう、経験者って言ってもあんまりその、まあ、小学生の時とかなので、なんか全然目が追いついたりはしないので、選手のこう過去のプレーとかを見て、そういう方向で勉強していっていて、今個人的にはやっぱり比江島選手と渡辺選手のプレーを見れたのが本当に個人的に嬉しくて、こうシオスさんもちろんなんですけど、今回のね対戦相手のっていうお話でこう
見ることができてめちゃくちゃ嬉しかったです。そう、他のチームももう基本把握するようにはしています。 B リーグ全選手はまだ覚えれてないんですけど、基本こう気になる選手は絶対に抑えるようにして見に行ってます。そう、こんにちは、こんにちは。見に行った3人は全員経験者です。そうだから、なんかこう経験者がいっぱい多い中で、なんだろう、どうやってこうバスケに対してこう詳しくなれるかなっていうところで、こう B リーグの選手とかについてもっと知っていきたいなっていうのがきっかけで、こういろいろ見させていただいております。嘘だよ、ありがとうございます。そうね、比江島選手はね、全部そう見ました、見ました。めっちゃバスケ盛り上がって、やばいよね。なんか熱、本当にブースターの皆さんの熱量も本当にものすごくて、私も汗が止まんなかったです。楽しかったです、めちゃくちゃ。遊びに来たよ、ありがとうございます。嘘だよって、これあれか、あのエイプリルフールのやつか。こんにちは、こんにちは。きっとね、皆さんも地元のバスケットチームとかあると思うので、やっぱ地域特化してるので、ぜひ。嘘だよ、嘘だよ、ありがとうございます。そしてシーホースみかんさん、私の大好きな、一緒に声援送りに行きましょう。こんにちは、こんにちは、ハートありがとうございます。そう、今日はなんかめちゃくちゃあのお化粧が早く終わりまして、そう、めちゃくちゃお化粧が早く終わりまして配信しております。そう、前髪も早く終わったにしても前髪伸びないな、前髪が伸びない。地元のチームはもちろんなんですけど、やっぱり志保さんね、私の大好きな、一緒に声援送りましょう。なんか乾燥じゃないけどさ、なんかどんどんいろんなところ切れてる。化粧ナチュラル、あ、今日ね、目がね、開いてない。目が開いてないんですよ。もう衣装もそう、もう出れる、今から踊れるよ。こんにちは、こんにちは、ハートありがとうございます。もう今から踊れます。カナダ選手を試合で見てみたい人生、やばかった、やばいよ、毎試合迫力。まだ1時間、え、嘘、1時間半ある。嘘だよ、ありがとうございます。こんにちは。ね、どうしようね、けどこの時間のインスタライブってみんな見なさそうだよね。青木理香で検索してくださいね。この後インスタライブでもお礼配信をしようと思います。こんにちは、こんにちは。西井さんのもん、あれね、あれだよ、男の子の犬なんだ、もんのもん、もんです。そう、今日は朝に髪の毛を染めに行って、だからなんかある程度ストレートアイロン当ててもらって色を入れたので、本当はね、シャンプーしちゃいけないんだけど、その日のうちにシャンプーをするので、今日はアイロンなしでお願いしますって言ってくくってもらったので、余計早いのかもしれない。こんにちは、こんにちは。そう、髪色違う、髪色違います。
あ、やばい、鉄男のこと忘れてた。鉄男忘れてた。鉄男に出ます。知らなくて、私知らなかったんですよ。で、なんか発表でそのファンの方がつぶやいてて、えみたいな、鉄男みたいな。それまでなんか練習してたの鉄男なんだみたいな、ファンの方が結構、リグちゃん頑張ってたの鉄男なんだねみたいな言ってたんですけど、全然違う、全然違う、普通に違うことでこう練習してたら鉄男発表されてて、ちょっと待ってみたいな、やばいやばいやばい、思い出さないとみたいな。汗汗ナウです。今週ね、他にもイベントとかもあるのでね、ちょっとカツカツですが、皆さん鉄男見に来てください。めっちゃ楽しみ。楽しみです。こんにちは、こんにちは。ハートありがとうございます。7回、ありがとう。みんなとね、4月会えるのはやっぱ公演とかイベントでしか会えないので、なんか司会とかがないのでね、今4月は、はい、そして5月、ツーショット会とかトーク会とかあるのでね、6月も皆さん幕張も、スカイエキスポお待ちしておりますよ。まだありますからね、本当に本当に来てくれなきゃ泣いちゃいますよ。ジージーありがとうございます。来てくれなきゃ泣いちゃいますよ。え、これポップコーン、何、おいしそう、おいしそうとか言って、さっきアイス食べたんだけど、そろそろ劇場、あ、嬉しい、待ってますよ劇場で。かわいい、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは。愛知の握手会、そう、6月のね、愛知の握手会は完売、ありがたいことにしていただいてるんですけど、5月とかはね、まだあるので、目指せ全完売ということで、皆さん普通に会いたいと思う分だけ会いに来てください。嘘だよ、みんな嘘ついちゃダメだよ。何これ、かわいい、投げチューしてかな、しない。え、お考え見て、え、頑張って応援してる、ファイティン。こんにちは、こんにちは、こんにちは。ということで、もう15分経った、まだ経ってない。ウィンクして。こっちでウィンクするの久しぶりかもしれない。嬉しい、楽しみ。今日もみんなとお会いできるの楽しみにしておりますね。あと少しで15分。こんにちは。喉鳴った。そう、昨日なんかスコーンをいっぱい食べたんですよ。で、最近めっちゃ健康的な食生活をしていたんですね。そう、シーホースさんを見に行く日までこう頑張ってたんですよ。理由はあのキッチンカーでたくさん食べたいからっていうのと、夜ご飯にみよみきといっぱい食べに行くからっていうので、あのちょっと控えてたんですよ。で、まあ、けど結局控えてたせいで胃が小さくなっていて食べれず、そう、揚げパン、お昼揚げパンだけになっちゃった。で、まあ、夜はご飯食べに行ったんですけど、青木が早々にギブをして、ちょっともう食べれないってなって、で次の日、けどなんかそのさ、もう食べれないぐらいまで食べたのが久しぶりだったから、こう次の日さ、こうスコーンをいっぱい食べたのね。そしたら小麦の威力ってやっぱすごくて、一生眠いんですよ。みんな気をつけて、小麦はね、本当にね、わかんない、ものによるし、多分ね、食べ過ぎにもよると思うんだけど、集中力が低下します。気をつけてください。
ということで、今からインスタライブに移ろうと思います。この時間のインスタライブはきっと見る方が少ないと思うので、見に来てください。アットマーク RIKAOKI アンダーバーアンダーバー92です。ということでお待ちしております。またね、ありがとう。この後公演もよろしくね。